アメリカの長官、韓国など歴訪へジーソミア維持求めるというこのニュースから深入り、後半参りましょう。共同通信によりますと、アメリカの国防総省は7日、エスパー国防長官が今月13日から韓国やタイなどアジア4カ国を歴訪すると発表しました。エスパー長官は韓国でチョン・ギョンドゥ国防相らと定例の協議を開き、北朝鮮対応などについて話し合います。また韓国政府が破棄を決め、11月下旬に失効する日本との軍事情報包括保護協定 GSOMIA の維持を求める方針です。そこまででいいんですが、はい、これは北朝鮮についても話すと書いてますけど、本当はエスパー国防長官自ら GSOMIA を破棄するって韓国が勝手に言ってるのいい加減しろと、はい、怒り心頭で言ってるっていうのが本当のところです。で、日本は防衛省をはじめ GSOMIA はなくてもちゃんとやっていきますということをアメリカにも言ってますが、アメリカから見るとですね、日本はそうかもしれないけど、はい、とにかくスタンスとして、日米韓で北朝鮮に対峙してるっていうのを勝手に崩されるのと同じだから、しかも輸出管理云々のことで何を土地これってこれ言ってるんだっていうね。それで韓国はこれやられるんでちょっと巻いてて、それでこの間のきつい言い方をすると、はい、騙し討ちみたいに写真撮った安倍さんとムン・ジェイン大統領が膝を接して話してるかのような、しかも産経だけ一面トップで出ましたが、無断で写真を撮って、ね、それを世界に公表して安倍さんが妥協的な姿勢を見せたみたいにやってる。これはこういうこと、アメリカからのプレッシャーに対する。